米沢ミクバンドの皆さんの奉納演奏です。米沢ミクさんは北海道旭川市出身のサックスプレイヤーさんです。今年4月にはソロ名義、ユニット名義合わせて通算11枚目となる最新アルバムリライトをリリースされました。それでは皆さんお楽しみください。米沢ミクバンドの奉納演奏です。どうぞ。
ちは。こんにちは、ありがとうございます。サックスプレイヤーの米澤美玖と申します。皆さんよろしくお願いいたします。待ってたよ。ありがとうございます。昨年に引き続きですね、今年も出させていただけることとなりまして、とってもとっても今日の日を楽しみにしておりました。とてもいい天気で、最高ですね。今から1時間なのかな、あれ1時間程度弱なんですけれども、ジャズだったりとか、まあ、フュージョンっぽいものとか、そういう曲、そして私のオリジナルの曲も演奏させていただきたいと思います。遠くにいる皆さんもですね、ぜひ耳だけでもこちらに傾けて聴いていただけると嬉しいなと思います。どうぞ最後までよろしくお願いします。はい、ですね、なんか早速今物販の話じゃあ最初にします。今日持ってきてくれてる、持ってる方もたくさんいらっしゃるんですけれども、今日暑いですよね。新しいグッズ、米澤美玖のうちわができました。暑いということで、なんとですね、今日はこの暑さによりうちわが1枚100円らしいです。はい、あちらの物販のところにですね、今あのね、素敵なお姉様が振ってくださっておりますが、あそこに私の CD とかオリジナルグッズがたくさんありますが、うちは100円で売ってるので、もし暑いって方はぜひですねお買い求めいただけると嬉しいなと思います。それでは今日のまずですね、素晴らしいメンバーを紹介したいなと思います。いつも、本当にいろいろな場所でですねお世話になっているメンバーですので、大きな拍手をお願いします。オンキーボードパクヨンセオンベース藤村達也オンドラムス村上優そしてオンギターは社長であり私のプロデューサーでありアレンジャーであり、スーパーギタリスト小川悦司そして司会進行はサックス米澤美玖でお届けします。よろしくお願いします。1曲目はミスファンクという私の、ファーストアルバム と、4枚目のアルバムに入っている曲です。じゃあもう1曲、ちょっと元気な感じのオリジナルの曲やります。オレンジジュースという曲です。聴いてください。
とうございます。オレンジジュースっていう、曲をお届けいたしました。これは、私のファーストアルバムに入っているんですけれども、今日も少しだけファーストアルバムバブルルルルルテグルディリマイ少しだけファーストアルバム持ってきていて、残り本当に5枚ぐらいで実はもう生産終了とさせていただきます。なので本当にあと5枚くらいしかなくって、我こそはというですね、ジャズファンの皆様がもしいらっしゃったらファーストアルバム買っていただきたいなと、思っております。あとそうですね、じゃあ次はちょっとジャズのスタンダードといいますか、皆さんももしかして聞いたことあるかもしれないですけれども、チック・コリアのスペインという、曲、これにしてきてよかったじゃあ我々はリハも何もやってないんですけど、いろんなことが起こりそうなんで、そのライブ感も楽しんでみてください。じゃあスペイン、やってみたいと思います。
がとうございます、スペインお届けいたしました。じゃあ次の曲はちょっとしっとりした感じで私のオリジナル曲を、やらせていただきたいなと思います。今年の4月3日に新しいアルバムデライトというオリジナルアルバムを、リリースさせていただきました。なんか全体的にピンクのジャケットのアルバムなんですが、それが今一番新しい、アルバムになります。この演奏が終わった後に私はすぐ物販のコーナーに行って皆さんが来るのを待ってますので、CD 買ってくださった方はサインもいたします。新しいアルバムぜひね聴いていただきたいなと思います。ではそのアルバムの中から、モメンツダンスという、オリジナル曲をやってみたいと思います。
デライトというアルバムに入っている曲、新曲をお届けいたしました。それでは本編最後ですかね。皆さんがあれをあれしてあれしていただければ、もう一曲あれがあるかもしれないんですけれども、次で本編最後の曲とさせていただきます。もう一回言いますね。次で最後の曲でーす。言わせていくスタイル、ありがとうございます。この後、4時からですね、実は今日フィナーレの、演奏が私あるんですけど、多分そこで、そこのステージになっているところで今度は4時からですねやらせていただくんですけれども、今回は、去年もすごかったんですけど、今回はですね、一緒に演奏する管楽器の皆さんをもう一般公募しておりまして、先ほどリハーサルさせていただいたんですけれども、ものすごい大迫力です。もし今日お時間ある方いらっしゃいましたら、もう音楽に興味なくても、どんな方でもですね、絶対に感動するステージがあるので、4時またここに集まっていただけるととっても嬉しいなと思います。それでは今22分、アミュレットでいいかな。アミュレットでいいか。じゃあ、最後にですね、私のオリジナル曲でアミュレットという曲で一回中締めしたいなと思います。本日は本当にありがとうございました。米澤美玖でした。
もう一曲やってもいいですか？じゃあ流れるようなアンコールでもう一曲やりたいと思います。じゃあですね、去年もここでやらせていただいたかなと思うんですけれども、テナーハンターという、曲をですね、オリジナル曲なんですけれども、やりたいと思います。その曲が入ったアルバムも物販の方にあるので、ぜひ後で遊びに、来てください。それではアンコールでテナーハンターをお届けします。ありがとうございました。
も素敵な演奏を楽しんでいってください。あとは、じゃあ、うちは100円タイムと、物販とサイン会、今度、今からあちらでいたします。そして、16時のフィナーレも、何卒よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。米澤美玖でした。終了。書いてあったね。米澤美玖バンドの皆さん、ありがとうございました。およそ1時間のステージだったんですが、ね、もう時間を忘れるぐらい本当に素敵な演奏でした。